のハートについてた。ハリー、イエーイ、レッツゴー。わっ、どうしましょう。大凶です。やあ！うん。おお。ハーリー、トレーナーさん、何から始めましょうか。コンディションの上場、心配しなくても大丈夫です。
やってやりますかも。お疲れ様です。どうぞ。おうおう、そうね。でもおう、かっけーはぁ、あ、おい、こら負けないから。
ピーバレンタイン。
フレンズにはライブも見てもらいたいですから。完璧のパーフェクトです。いつでもかかって、実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。そのスピードを見せつけて。
マンが集う東京マイル安田記念、春のマイル王は誰の手に。人気と実力を兼ね備えた魚家、今日は3番人気です。2番人気を紹介しましょう。オグリキャップ、スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、1番人気待機シャトル、火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。ゲートが開いた。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは桜爆心王、2番15番期待通りの結果を出せるか。1番人気待機シャトル、桜爆心王快調に飛ばしていきます。先頭は桜爆心王、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは2番15番、3番手オグリキャップ、並んでくる。外には10番5番、並んでくる。待機シャトル続いている。内から足焼け物、2馬身3馬身開いて動くか。1馬身離れてリコーテガサス、18番、外から行く、内から行く。グラスワンダー、そしてその外キングヘイロー、すぐに続いて11番、さらには9番、さらに18番、後方2番手に14番、大欅を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。待機シャトル前を狙っていると、待機シャトルまだ抑えたままだ。待機シャトル外で足を止めています。さあ誰が最初に仕掛けるのか。最終コーナー、先陣を切ったのは桜爆心王、飛び込んできた。待機シャトル栄光まで400、先頭2人の競り合いだ。抜け出したのは桜爆心王だが、後続も追いすがる。先頭は止まらず桜爆心王、200を切った。桜爆心王苦しいけど粘っている。待機シャトル完全に抜け出した。足色は衰えない。お見事、待機シャトル100歳以上の強さを見せた。見事な勝利です。待機シャトル勝ちました。上半期のマイル女王の座に輝いたのは待機シャトル。2着には桜爆心王、3着に入ったのはウォッカ。バン、次のレースも勝たなきゃ。バン、you